ここではなぜルート A かけるルート B は一つのルートの A かける B にできるのか、なんでねこのルートの掛け算っていうのはつけるも離すも自由なんかっていうのを勉強していきます。でも結論から言うとですね、どうやってやるかっていうと、 A も B も正の数の時にですね、2乗したのが等しかったら、その2乗する前の A も B も等しくなるよっていうのを利用します。これ何言ってるかっていうと、3たす2の2乗が1たす4の2乗と等しいとき、実際等しいですもんね。3たす2は5で5の2乗が1たす4も5で5の2乗になります。この時に2乗する前の3たす2の5と1たす4の5は当然等しいじゃないかっていうことなんですね。ただ一つ注意せなあかんのがですね、これが言えるのはこの2乗する前がね、両方正のときなんですね。だってもしね、3たす2の2乗がマイナス1引く4の2乗の可能性もありますよね。3たす2は5で5の2乗はちゃんと25になります。でマイナス1引く4はマイナス5になって、マイナス5の2乗もやっぱりちゃんと25になります。だこのね、2乗した状態では等しいんですけれども、じゃあ2乗する前のね、3たす2とマイナス1引く4は等しいかというと等しいわけないですよね。こっちプラス5でこっちマイナス5ですもん。だから2乗が等しいなら、その2乗する前も等しいっていうのが言えるのはね、両方とも正の時だよと、まあ、もしくは両方とも負でも OK なんですけれどもね、これを利用すると、両方とも正やからこそ二乗した状態が等しいなら、その二乗する前も等しいよねと、これを利用して今回のことが成り立つことが証明できます。じゃあ具体的にどうやってやっていくか見ていきましょう。まずね、このルート A× ルート B が一つのルートの A× B になることを言いたいと。でこのルートって一体プラスでしたっけ、マイナスでしたっけ、何が隠れてましたっけっていうと、ルートの前にはプラスが隠れてるんですね。だからこのイコールの左の式、左辺はプラス×プラスで、これ当然正です。右辺もルートの前にはプラスが隠れてるんで正です。両方とも正なんやから、2乗した状態がもし等しいならば、2乗する前の状態も等しくなるよねと。だから僕らが目指すのは、この2乗した状態が等しいっていうのをまず言えたらいいなということです。そのためにですね、具体的に計算していきましょう。まず左の式、左辺の2乗から調べます。ルート A× ルート B を2乗したら一体どのように計算が進むでしょうか。でここで思い出したいのが指数法則です。何やったっていうと、 3×4 全体の2乗っていうのは3の2乗 ×4 の2乗にできたんですね。だって 3×4 の2乗っていうのは 3×4 を2回かけてるよと、 3×4×3×4 という意味やからです。でこの掛け算っていうのね、順番変えてもいいんで 3×3×4×4 とできます。つまり3の2乗 ×4 の2乗ですよね。だからね、 3×4 全体の2乗っていうのは3の2乗 ×4 の2乗と、それぞれの2乗の掛け算にできるんですね。それと同じでルート A×ルート B の2乗っていうのも、それぞれの2乗の掛け算にできます。つまりルート A の2乗かけるルート B の2乗というように変形できるんですね。じゃあルート A の2乗っていうのは、2乗したらこれルートが取れるんで A になります。ルート B の2乗も同様に B になります。 A かける B なんでね、ルート A かけるルート B 全体を2乗すれば AB となることがわかります。じゃあ次、右の辺、右辺の2乗は一体どうなるでしょうかっていうと、これはもうルート A かける B 全体を2乗すると、ルート全体を2乗したらね、ルートが取れて中身だけになるんですね。だから A×B になって、これまた AB となることがわかります。じゃあ結局、左辺の2乗は AB になったよと、右辺の2乗も AB になったよとわかるんですね。ということで、両方同じ AB になるんやから、左辺の2乗イコール右辺の2乗ということがわかります。ということでね、2乗する前も等しいということが言えるんですが、その前に絶対に言っとかなあかんことがあるんでしたね。それは両方とも、2乗する前が両方とも正だよということです。だからこそ2乗が等しい時に2乗する前も等しいって言えるんですね。だからここでしっかり左辺も右辺も正だよっていうのを言ってあげます。これを言ってあげてね、2乗が等しいから2乗する前も等しいよということが言えるという流れですね。